はい。今回は、ひまぞらあかねさんが追求している何かグループの正体。こちらについてですね、憶測して、えー、思ったことをお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、多くの方があ関心を持っていらっしゃる、えー、このまあ,あ、何かグループっていうものなんですが、 もちろんはっきりとしたことっていうのはわからないんですね。で、あの、嘘をついたりとか、そういったことではなく、まあ、調べてこ、た多分こういうことなんじゃないかなと、まあ僕の思う、まあ、僕の解釈、憶測なんで、まあリスナー様の何かご参考になっていただける、えー、ものがあればと思います。あくまでも僕の解釈、あるいは僕の憶測なので、まあ、そちらをね、えーまあ、ご理解の上、えー、よろしくお願いいたします。 まずあの、ひまそらあかねさんがですね、コメントされている内容がありまして、そちらをもとに多分こういったことなんじゃないかなと思う、まあそのことなんですが、ひまそらあかねさんがですね、まあこのようなことを、まああの、おっしゃってるわけですよ。まあ何かグループっていうのはまあ、まあどういったものなのかっていうと、まあ利権であったり、まあ思想であったり、まあコネであったり、まあ政党であったり、まあその、 反日思想を持っているあるいはですね、反自民であったり、えーまあ、共産であったり、えー、丸日のまあキリストだったり、えー、まあ北丸戦の団体だったり、えー、まあ立憲民主、共産、社民、令和っていったことを言ってるんですが、まあそうだとは思うんですけど、まあそれ以外にも何かがあるんじゃないかなと思うんですよ。で例えばですね、なぜそう思ったのかっていう、もちろん理由があるんですね。えー、少し前にですね、コラボの2と夢のが、あまあね、渓谷の、 えー、ジューマルマルフのことについて触れたとかっていうことが話題になってたんですね。でこの件っていうのはまあちょっと言いづらいところもあるんですけど、まあ、あのこのジューマルマルフの背後に何かの力がまあ動いてる可能性があるんですよ。だから、2頭夢のとかコラボの後ろに黒幕がいるで、それがいわばこの何かグループの正体だと思います。で、正体が見えないんでわからないっていうことなんですが、僕は思うことがありまして、まあ、この何かグループの正体っていうのは、 まあ日本の創始国なんじゃないかと思うんですね d 丸丸、えー、マルトっていうその姿形の見えないものだからこの暇空金さんがおっしゃってる通りだと思うんですがそれ以外のものにもあの なんていうのかな、指示を出している、えー、可能性がある。で、この、ひま金らかねさんはですね、立憲、民主、共産、社民、令和って言ってますけど、おそらくこれ以外の政党にも指示を出していると思うんですよ。ただね、えー、まあうまいことわからないように、それこそ何かグループなんでね、日本の総主国があいろんな指示を見えないように増、えーまあ、していると。あとですね、コラボの問題で、えー、最も注目されているんですが、あ 東京都とコラボの話が出るじゃないですかおそらくこの何かグループっていう d マル、えー、マルトっというものはあ、まあ、日本の創始国ですので東京都にも影響力を及ぼすことができるつまり東京都と、えー、コラボのお、まあ、プロレスをするように裏で計らっているそういうことが考えられますだからもっと言うとコラボお若草あボンドおーパップスこういったものの背後にこのお日本の創始国の存在があると、えー、考えられますで、えー、例えばですねニト夢の まあ何かっていう話なんですがコラボとか2等夢のっていうのもこのまあ日本の創始国ですね D○○○ 〇〇との、えー、まあその一役をまあ担ってるまあ、そういったことなんじゃないかと思いますだから東京都がお金の流れを隠していても全くわからないし、えー、まあそういったことを分からないようにやって,やってると思うとこの話の辻褄つまが合うんじゃないかと思いましたということでこちらの内容とても注目されており難しいんですが、まあ、ちょっとあのわかる限り精い、えー、精一杯ということで、えー、お伝えしてみました何かしらご参考に になっていただける点が一つででもあれば何よりですということで今回ここで終わりです。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。